ヒアナチャンネルご視聴ありがとうございます。本日はこちら仮面ライダー龍騎ソードクロニカルで出るということで、2話での龍騎をちょっと出していろいろと語っていきたいと思います。まずはこのねストライクイベントでやってる仮面ライダー龍騎の方から見ていただきますが、目がね本当はシルバーのみなんですけど私、頑張って赤くしました。まだまあちょっとムラ軽くムラがありますけど軽くでもないかごめんね、見る人が見たら厳しいこと言われるかもしれませんが、こんな感じで、作ってみたものですけど、もうこれでね揃えられるんじゃないかと思ったんで、まさかソードクロニカルで出るとは思いませんでした。一応こちらねあのブランク隊の方も目は赤く、染めていきました。不器用でございますが、こんな感じで勘弁してやってください。あとナイト、アウトサイダーの方で、竜が王者と出てきて、衝動というか枠では、竜騎は5体ですね出てきて、これで一応終了ということになるんでしょうか。まあでもソードクロニカルで出るんだったらまあこれはこれで完結というふうに自分の中では決めて早くソードクロニカルで出たいなと思ってます。まああの衝動サイズではこちら、ドラクレッタブラクラッタ、レッタですね2つ出たわけなんですけど、まあ今回はこの衝動はすごいですね。バンダイプレミアムを使って契約モンスターが全部出るっていうことですからね、この衝動の内容は一体どうなってしまうんでしょうか。結構楽しみでもあり、まああのいろいろありますが、一応衝動だと、モンスターはこの2つになります。まあ龍騎で思い出したのはまだこの龍騎リアルタイムの時代はそうこういうガチャがあった時代なんですよね。大きさはこんなに変わりますけど、これだったら揃えられるんでちょっとこっちで13人揃えてみたいと思います。一応ここの、13人揃えてみるとガチャだとこんな感じになりますね。13人の、龍騎ワールドの仮面ライダー、全員集合ということで、本当はこれにオルダナティブもいるんですけど多分含まれるんでしょうかね、あのソードクロニカルで。果たして出るかどうか分かりませんけど出しがいはありますよね。今回はいろんなバージョン違いというよりもいろんな種類のライダーが出てきますから、これがねあのソードクロニカルが出るっていうのは本当に、ちょっと台が見えにくいんだったな、こういう形になりますんで、一体一体見ていきましょうか。もうちょっと改めて見ていきましょう。一体何で集めたのか忘れてます。まずはまあ主役の龍騎でしょ、ナイトでシザーズでゾルダで、こちらですねライア、あと奥にいるガイ王者で劇場版出てきましたねファヌ、龍が、こちらベルデで、こちらがオーディンですね。オーディンがいて、インペラーでタイガ、竜がもいますよね、言いましたね。こういう形の、ラインナップになってます。果たしてこれ全部本当に相当で出るんでしょうか。オルタナティブも含めてぜひとも楽しみです。でそして最後に、龍騎サバイブナイトサバイブそしてオルタナティブの、オルタナティブゼロ、多分ここまで来たら本当完璧でしょうね龍騎のワールド。あとは契約モンスターが出てれば本当にすごい数になりますよね。ガチャでもこんだけスペース取るんだからソードクロニカルになったらもっと大変なことになるかもしれませんが、まあちょっと頑張ってこのバンダイの挑戦受けて私も集めていきたいと思います。8月が楽しみです。そしてモンスターも契約していきたいと思ってます。今回は以上でございます。あの衝動がちょっとね数が少なかったんでガチャポン関係の龍騎の、ライダーを集めてみました。以上でございます。よければチャンネル登録高評価コメントをぜひともお願いします。